義空は平安時代前期党から渡来した前奏中国公衆史を関係にあった海、マサインの西安国史に指示。上和年間、皇太后、立花の勝子が恵み学を使者として党に送って党の前奏を招聘しようとした。恵み学は弟子と共に五大山を訪れた後に、人しを招聘しようとするが、彼は義空を推挙した。 めぐみ学は、上和9年に一旦帰国するが、この時は義空は同行しなかった。その後、めぐみ学は再度等を訪れて、義空を説得し、上和14年のめぐみ学の帰国に堂々する形で来日した。めぐみ学が日本に戻っている間に、江南においても、海省の廃物の影響が及び、義空に日本に行くことを促す背景になったとも考えられている。 来日した、義空は、当時サインに従したが、その後勝子が創建した、ダン寺ンに移ってその回帰となった。仏道を問う者は多かったというが、前週自体は、当時の人々からは理解されずに不信、また当時の日本仏教界の解立の乱れも彼を、失望させた。さらに解消の廃仏が収束して、当の仏教界が最高に向かい始めたこともあり、彼は、 最高年間には、対日数年で、党に戻った。後にめぐま学が再び、党に渡った際、その自責を、日本国首連全周期として、石踏みに刻み、日本に送り系のラジオカドワに建てたという。縁人、日東愚法巡礼業期解消元年9月7日上、なお、めぐみ学が、一旦日本に帰国した直後に、ひとしやすが没している。 現行尺書に義空の来日を最高初年と記すが最高に改元される5年前の第13年に義空と親しかった当の女君名を女光助兄弟らから日本の義空にあてた書状が残されておりこの事実と矛盾する最高初年は義空が当に戻った年であった可能性が高い万字元氏万本庁高僧伝巻19義空伝3円鎮 仏説館不現母薩業法教機巻下、おさむ年報など、ありがとうございます。